I'm curious, George. I hop in the Porsche, a 5 on a horse. I'm ready for war. I'm coming for ghosts. I turn to a ghost. I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in. Talk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, how to stay on the go. I came to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. からは会長とマンツーで対策と動きを仕上げるために見てもらうって感じですね。もうあと追い込みも2週間切ってるからね。うん、しっかりやってもらわないと。よろしくお願いします。はい、お願いします。調子はいいと思います、最近。いけるっしょ。まあ、今の割合で言ったら、まあ、ね、結構厳しい下馬評やったと思うんですけど、多分自分を信じてるんで、大丈夫やと思います。勝ってほしいですね。はい。勝って、俺に繋げようって感じです。はい、2回目ちょっと頭。はい、最後に、もう一度懸垂だけしたいと思います。まあ、今日はこんなもんにしといたれます。はい、ピクミンみたよし、おはようございます。最近の風目はどうですか？いや、めっちゃいいと思います。疲れ溜まりすぎて怪我とかしないかなと思って心配してたけど、適度に足の皮がめくれたりとかで疲れすぎもう予防できてるんじゃないかなと思って、うん、本人もなんか掴めそうってめちゃくちゃ言ってて、めっちゃいいと思います。いやー、日に日に上がってるからなんかやってて楽しいね。もう本当にお互い信じてもう勝つつもりでやってるから、やっぱりそれがこうね、良くなってるとやっぱり俺も元気になるしね、力になりますよ、練習やっていく中で、うん、で、いや今日ちょっとびっくりしたね。今日ね、初めてだよ、うん、俺前ガッと出て行ったんだけど飛ばされたからね。結構ね、俺ね我慢できるんですよ、体重のだってなんだって、あの一瞬のあれはいたもん。仕上がりのレベルでいうと今までの中でも全然違います。いや、もうね、もうなんていうかな、もうずっとやってるんですよ、いろいろで、勝つ確率がぐん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 と上がってる。だから本当、例えばそれが 30% しか勝てなくても 30% を 100% に
なっちゃう時って必ずあるんですよ試合 で意外と風音はそれでずっと勝ってきてるから、その持ってるものがでかいんですよ人より。その人より技術はないくて経験値もないけど、それを乗り越えてあいつはダウン取ったりするっていう能力はものすごいあるで、今はもうプラスアルファ練習してることがこうあるから、なんか楽しみだよね本当この試合がね。楽しみ、もう本当にどこまで風音が優勝候補の彼にやってくれるか、こう俺はもうそう信じてね戦い続けますよ試合当日まで。会長とこうマンツーマンでやらせてもらうようになって、大体まあ1ヶ月ちょっとぐらいですかね。試合決まったぐらいからやらせてもらってるんで、感覚的にはすごくハマってきてる感じなん で体調もいいし、減量も順調やし、結構いい感じですね、今の状態は。ちょっと休んで、またプロ練みたいな感じですかね。はい、朝練が終わって帰ってきてご飯を食べます。ご飯白米120から150g ぐらい、ゆで卵とあとはオクラと小松菜ゆでたやつで、こっちがこれがほんまにうまいんですけど、会員さんの田村さんお肉屋さんでいつも減量の時に馬肉とかあのささみとかをくださるんですけど、その馬肉です。これを楽しみに頑張れてるって感じですね。午後のプロ練です。朝練で結構クタクタなんですけど、もう一回気合い入れ直して頑張ります。プロ練が終わりました。だいたい1日の流れとしては朝練をやってで、ちょっと休憩をお昼挟んで、でプロ練やってで、ジムの指導員やってるんですけど、そっちでやってみたいな感じのがだいたいの今の僕の流れみたいな感じですね。だから今から指導員に向かうっていう感じで、会員さんを強くしようと思います。はいはい、なんでプロが感じてるんだよ。はじめおいおい、ほら、さよりも下がってるよ。さあ、もう入ってもらうぞ。まず、だいぶ広いな。まずくどう快適に使ってもらうためにも、こういうジムの掃除は僕らが毎日やってるんで、安心してジムに来てください。綺麗です、とても。動作をI'm gonna go get some more.
じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。これで一日が終わりです。やっと長かったっす、今日も。お腹が減ります。をしてご飯食べてお風呂入って寝ます。試合前の自分の過ごし方はこんな感じですかね。ハードなんですけど中身結構充実した楽しい毎日を過ごさせてもらってるなって感じですね。で練習もうまくいかないことがほとんどなんですよ。今やってることがうまくいかへんなとか、結構でもね、僕自分で思うんですけど、練習で多分すっごい弱いと思うんですよ。ほんまに。だけど、いつもそうなんですけど、結局でも試合になると、自分がやってきたことが試合で出るっていうか、なんか結構割とそこで殻破れるような感じがいつもしてて、試合に強いタイプなのかな、みたいな。しかもこんなに楽しいし、毎日楽しんでる時の僕は多分ほんまにめちゃめちゃ強いと思うんで、自分自身7月18日はすごい楽しみって感じですね。行きたいんですけど。いいで。あとまあ単純にお世話になってる人とかともまあ時期的に分かんないですけど、ご飯にも行きたいし、まあ、自分のこと言ったらそうですね。なんか車欲しいっていうのあるし、やりたいこといっぱいですね。なんか親にもなんかしてあげたいし、何もできてないから。このチャンネルでしか多分裏側とか見てもらえないから、見たことない表情とかも見てもらえてると思うんですけど、今回も優勝して超感動にするつもりなんで、覚悟しといてくださいよ。マジで全員泣かしますからね。田村さんの馬肉です。生姜醤油につけてマジでうまい。じゃああとは歯磨きして寝ることにします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあバイバイ。